ミッケル・ケスラーは、デンマークの元プロボクサー。コッペンハーゲン出身。元 WBA ・ WBC 世界、スーパーミドル級王者。WBA 世界スーパーミドル級王座を3度体感し、2度スーパー王座に、認定している。WBC 世界スーパーミドル級王座も2度体感し、2度目の体感時には名誉王座にも認定されている。 ジョーカルザーゲとの激闘で、ケスラーの知名度が上がり、実力者として認知された。2015年に一度引退し、2017年に現役復帰したが、試合をすることなく2018年に、再び引退を宣言した。1998年3月20日、19歳の時に、オーフスでプロデビュー。デビュー戦は一回小勝ちだった。その後、 デンマーク国内での試合がほとんどであるが、全勝を続け、2002年11月29日には、ディンガントベラとい世界スーパーミドル級決定戦を行って勝利し王座を獲得した。2003年4月11日には、WBC インターナショナルスーパーミドル級王座を獲得した。その後、同王座を3度防衛防衛した。2004年11月12日、 デンマークブロンビーのブロンビーホールで WBA 世界スーパーミドル級王者のマニーシアカを7回終了 TKO で破り、同級王座を獲得した。その後、2005年6月8日に同級3位のアンソニー・ムンディンと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、初防衛に成功。2006年1月4日、同級7位で元 WBC 世界。 スーパーミドル級王者のエリック・ルーカスと対戦し、10回1分51秒 TKO 勝ちを収め、2度目の防衛に成功した。2006年10月14日、デンマーク・コペンハーゲンのパルケン・スタディオンで、WBC 世界スーパーミドル級王者、マルクス・バイエルと WBA ・ WBC 世界スーパーミドル級王座統一戦を行い、3回2分58秒小勝ちを、 収め王座統一に成功した。試合後、WBA 規定によりケスラーは、スーパー王座の認定を受け WBA 世界、スーパーミドル級、スーパー王者となった。2007年3月24日、パルケンスタディオンで、WBA 世界スーパーミドル級5位の、リブラド・アンドラーデと対戦し、3から0の判定勝ちを収め WBA 王座の4度目の防衛に成功。 WBC 王座の初防衛にも成功した。王座統一後、ケスラーはビッグマッチを熱望し、WBO 世界スーパーミドル級王者で、イギリスで人気の高いジョーカルザゲと対戦を望んだが、なかなか実現できなかった。しかし、2007年11月3日に、両者の対決がカルザゲの母国ウェールズのミレニアムスタジアムで実現。同対決は、お互いに、 ヨーロッパでは大変な人気を誇り、さらに3団体統一、全勝同士のスーパースター対決ということで大変な盛り上がりを見せた。試合は統一戦にふさわしいハイレベルの攻防となり、両者は視力を尽くしたファイトを繰り広げた。ケスラーは随所で得意のワンツーやアッパーでカルザゲにクリーンヒットを浴びせたものの、旺盛な手数を誇るカルザゲのハイペースに巻き込まれ、 12回0から3の判定負けで WBA 王座の5度目の防衛と WBC 王座の2度目の防衛に失敗し、両王座をカルザゲに譲り渡す結果となったが、すでにボクシングの本場アメリカで高い評価を得ていたカルザゲとしとを演じたことで、ケスラーが実力者であることをヨーロッパだけではなく、アメリカでも認めさせる契機となった。2008年6月21日、 グレンビーホールで行われた WBA 世界スーパーミドル級王座決定戦で WBA 世界スーパーミドル級4位のディミトリ・サーティソンと対戦し12回小勝ちで王座に返り咲いた2008年10月25日ドイツ・オルデンブルクにて指名戦で WBA 世界スーパーミドル級1位のダニロ・ハウスラーと対戦し3回小勝ちで初防衛に成功した 2009年9月12日、ヘア人のメッセセンターヘア人で、WBA 世界スーパーミドル級1位グスミエル、ペルドモと対戦し、4回 TKO 勝ちで2度目の防衛に成功した。同年11月3日に、スーパー王座に認定され、自身2度目の WBA 世界スーパーミドル級、スーパー王者になった。2009年10月に開催された、 スーパーシックスワールドボクシングクラシックに参加。同年11月21日にアメリカカリフォルニア州オークランドのオラクルアリーナで行われた WBA 世界スーパーミドル級スーパータイトルマッチでアンドレウ,ウォードと対戦。10回にウォードのバッティングでケスラーが右目上をカットし11回負傷判定負けで3度目の防衛に失敗し王座から陥落した。 2010年4月24日、メッセセンター部屋人でカール・フローチの持つ WBC 世界スーパーミドル級王座に挑戦し、3から0の判定勝ちで王座帰り先に成功した。2010年9月25日にアラン・グリーンと対戦予定であったが、目の負傷により試合をキャンセル。参加中であったスーパーシックスワールドボクシングクラシックから盛り立した。同日、 WBC から名誉王座に認定された。2011年6月4日、パルケンスタディオンで行われた WBO ヨーロッピアンスーパーミドル級王座決定戦でメディボードラと対戦し、6回2分25秒 TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2012年5月19日、パルケンスタディオンで行われた WBC 世界ライトヘビー級 シルバーを王座決定戦で、スーパーシックスワールドボクシングクラシックで対戦予定だったアラン・グリーンと対戦し、4回17秒小勝ちで王座獲得に成功した。2012年12月8日、部屋人で WBA 世界スーパーミドル級王者ブライアン・マギーと対戦し、3回 TKO 勝ちを収め3度目の WBA 王座返り先を果たした。マギーは、 試合後ドーピング検査で覚醒剤の一種であるオキシロフリンとベータメチルフェネチルアミンの陽性反応を示し6ヶ月の出場停止処分が下された。2013年5月25日、ロンドンの O2 アリーナで IBF 世界スーパーミドル級王者のカール・フローチと WBAIBF 世界スーパーミドル級王座統一戦を行い、12回0から3の 判定負けを喫し王座統一に失敗、WBA 王座の初防衛に失敗するとともに、IBF 王座の獲得にも失敗した。2015年1月31日、常述のフローチ戦を最後に2年近く試合から遠ざかっていたケスラーは、ジェームス・デゲールやジョージ・グローブスとの対戦よりも、アンドレ・ウォードやカール・フローチとの再戦に意欲を見せていたが、再戦交渉に失敗し、 練習するモチベーションを保てなくなったため、引退を表明した。2017年3月31日、現役復帰を表明した。2018年2月11日、予定していた復帰戦をライム病にかかりキャンセルし、試合をすることないまま二度目の引退を表明した。彼のファイトスタイルは、しばしば、ボクシングの教科書と評される。実際にその通りのファイトを展開し、 水準以上のスピードを生かして、自分の距離を守り、しっかりとした高い防御技術で相手の攻撃を遮断しつつ、素晴らしく美しいジャブとコンパクトかつ端正なワンツーで対戦相手を痛めつけるシンプルかつ手堅い試合をする。また、彼は非常にゆったりとしたペースで戦い、それでありながら相手にペースを奪われることがほとんどないところに、彼の異能ぶりが現れている。 北欧のデンマーク出身であることからついた、バイキングウォーリアーという物々しい異名と、ド派手なタトゥーとは裏腹に、実にオーソドックスで美しいファイトスタイルである。活動拠点がデンマーク中心であるため、無敗の快進撃を続けながらも、アメリカでの認知度は高くなかったが、ジョーカルザゲとの WBA、WBC、WBO 世界、 スーパーミドル級王座統一戦で広く、なお売ることになった。ボクシングスタイルと同じクルックスも単性であり、故郷デンマークでは、モデルとしても活動している。ありがとうございます。